そう、あなたのこと一番苦しめられるのはあなた。月食城へいらっしゃい。月の女王もお待ちかねよ。この子が落ちる前に助けるか、早く月の女王を倒すのか、そういう苦しみも一興でしょう。これまでの騎士たちは一日と持たなかったけど、最初は私を恨み、次に囚われた自分を恨み、最後は騎士になったことを後悔して、守ると誓った愛する人を恨みながら闇に落ちるの。みんなそうよ。ミュベールはこの毒の拷問に100日耐え抜いた。さすがは汎用よね。毎日どうやって攻めようかって胸が高鳴ったわ。あれって恋かしら。貴様、あなたは。どこまで耐えてくれるのかしら。